キャッシュレス化の推進を検討する東京都の小池知事がスマートフォンアプリを使ったキャッシュレス決済を初めて体験しました。250ですね、はい、で支払いを押していただくともうそれで完成です。東京都の小池知事は品川区の戸越銀座商店街を視察し、コーヒー店でキャッシュレス決済を体験しました。品川区によりますと、戸越銀座商店街ではおよそ400店舗のうち2割余りでキャッシュレス決済が利用できるということです。都はキャッシュレス化を推進するために都の施設での利用などを検討しています。小池知事はこれからの社会で加速度的に使われていくものであり、消費者にとってプラスになれば普及が加速するのではと述べました。